兵庫県道百四十一号黒井三田線は、兵庫県丹波笹山市今、田町国籍と同県三田市を結ぶ一般県道である。起点付近篠山市今、田町黒井で撮影兵庫県道七十五号、小野乱本線の公転付近三田市西合ので、撮影兵庫県道三百十五号仮想屋森線との、公転付近三田市仮想屋で撮影兵庫県三田庁舎、前、 三田市天神一丁目で撮影三田市の都市計画により、無電中化になっている。中央町で撮影丹波笹山市、今田地区から三田市小屋地区を縦断して、同市中心部を結ぶ道路であり、北節三田ニュータウンの開発によって、交通量が増加し、改良工事が進められている。三田市岸では、岸交差点を改良し、2006年に完成した。また、 同市溝の口の一部である約260メートルの区間では、車間のすれ違いが困難であるために拡幅工事が進められており、2013年度に完成する。さらに、三田市中心部では、市の都市計画により、無電中化になっている。AB、兵庫県に基盤、平成17年度達成度報告書、平成18年度業績計画書、国土交通省、 2012年6月18日閲覧。三田市議会 PQ。三田市議会。2012年6月18日閲覧。日光コミュニティ平成18年春号。日光コミュニティ。2012年6月18日閲覧。AB、市街化調整区域における、営農環境と調和した都市的土地利用について。 兵庫県まちづくり技術センター都市整備部まちづくり計画課。2012年6月18日閲覧道路網の整備について兵庫県土整備部平成17年3月8日作成2012年6月18日閲覧ありがとうございます